はい、回りました。雑音が多くて聞きにくいという苦情もあるんですがはい、はい、いや当たり前なんですよ。なぜならそれはマイクがないから。マイクないし、だって車の上に乗っけてるだけやもん、ね、そうなんですよ。車揺れますわね。揺れます揺れます、はい、もうそれも含めてドライビングバージョン。そういうことなんですよ。もう嫌ならもう嫌ならもう大丈夫ですと。うん、あの苦情を受け付けるという僕らは別にね、はい、例えば公共の放送でもないし、はい、そうでしょ。そうなんです、はい。誰かをね、誹謗中傷したりしたらね、例えばね、それはもう責めてもらって構わないですけどね、はい、あの雑音はもうしょうがないんですよ、はい、別に雑音改良するっていう気も全くないですし、ないです、ないです、そういうコメントを頂戴したところで改善する意思はございませんので、ございません、ね、はい、そんな時はそちらから切り捨ててください、はい、よろしくお願いします。またこうやって視聴回数は減っていくんでしょう、ね、いいんです別に言ったやん昨日。いい、昨日ちゃうわ、この前言ったいつかの放送で言いました。言ったでしょ、あの宗教の放送やね。そういうことなんですね。誰が最後まで残るかなっていう。聞きたくない人は聞かなくていいんです。そうです。だから僕これに関しては、はい、本当にあの視聴回数気にしてませんから。あ、いいですね、はい、でそういう問題です。そう、はい、もうラジオという感じで聞いてください、うん、もう僕カズラジの延長やと思ってますから。そうですね、はい、時間的にもちょうどですもんね。あれ12分やったから、まあ、今10分でやってますからね。10分ぐらいなんでね、はい、で今日はどんな話するんですか。今日ね、まあ、これあの時間的なタイムリーの話題できませんけど、はい、僕ちょっとね、今日はドームに来るときいつも電車乗ってくるんですよ、はいはい、であんまり音楽を聴いたりしないんですけど、今日久しぶりにね、うん、自分のウォークマンを持ってきまして。ウォークマン、はい、聴いてたんですよ。 CD ウォークマン。 CD ウォークマンじゃないですね、あの MP3 ウォークマン。あ、 MP3 ね、はい、もうそれそう今の時代そうやな。今 CD はちょっと持ち歩いてないです。僕でもまだ持ってますよ CD ウォークマン。 CD ウォークマンあるんですか。持ってたらもうカセットウォークマンが最初に出た時が高校3年生ぐらいの時。はいはいはい、はい、あのソニーのウォークマンですよね。そうです。ウォークマンっていうのはソニーの、あの商品名ですからね。その通りです。そうなんですよ、はい、僕がソニーユーザーなんでね、ウォークマン使ってて、それでね、はい、あの音楽に対してちょっと怒ってることがあるんですよ。何、何、分かった、なんで怒るんだよ。せっかく、分かった、はい、何ですか。亀井さん、理屈っぽいから。理屈っぽいじゃなくて、なんでドレミファソラシドっていう並びやねんって。ややこしいやないか。違うけど英語は CD、なんで C がドやねん、そういうことちゃう、ね、それはちょっと思ったことありますね。そうやろ。ピアノやっててね、はい、ドは C ですよって言われて、レは D ですよって言われて、で、あの最後のラはA で、ラは A、C らしいか、C は B で、B、そうや、そうやったら動が A から始まったら A やんって小学生の時は思ってましたよ。あ、なるほど ね、まあそういうことも言いそうな顔してるわ。でもこれはほんま意味わかんないんだけど、うん、これじゃないんですよ。違う、違う、違う、また違うことに怒ってらっしゃる。音楽に対して怒ってるんです、はい、何でしょうか。音楽というか CD のね、はい、やり方に対して怒ってるんですよ。どういうことやねそれ。あの、はい、僕ね、うん、いつかの回で話しましたけど、はい、あの平成の音楽アイドルグループスピードのが結構好きだったんですよ ね、はい、久しぶりにちょっとスピード聴こうかなと思って、おうおう、僕のウォークマンにスピードを確かダウンロードしてね、入れたはずやと思って、ダウンロードして聴いてなかったんですよ正直、うん、自分の好きな曲十何曲だけダウンロードして放置してたんですよ、はい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 、で、まあ、スピードっていうのはあの1990年代にも10代で解散されたんですけど、うんうんうん、僕がそのダウンロードしたのは2000何年に発売されたベスト版みたいなのをダウンロードしたんです、はいはい、後にね、後にね発売されたね。だから僕のイメージとしましては、はい、当時の曲の、うん、音をきれいにしたマスタリングしたやつをそのまま入ってるつもりでおったんですよ、うん、はい、だからね、うん、その一番最初ですよ、あの、まあ、ロングウェイホームっていう結構ね、はい、R&B 地区でいい曲があるんですけど、はいはいはい、その再生パーンとしたらね、うん、あの明らかに僕が知ってるロングウェイフォームじゃないんですよ。アレンジ変わってました。アレンジ変わってるんですよ、はいはいはい、それで、ね、リミックスバージョンになってるんですよ、はいなはいな。このリミックスバージョンって需要あるかと思って、それに対して怒ってるんですよ僕ね。それ自分がちゃんと確かめて買えへんかったから、いや、違うんですよ。よっおそらくキットやね、はい、あのジャケット見たら、はい、リミックスなんたらバージョンってさ、はい、書いてあったと思うよ、ね、書いてあったんかな、うん、それを単に見落として、あベスト版出てれば買おう、そうというそういう気持ちだったんじゃ、いや、まあ、まさしくそんな感じだったんですけどね、いや、それで騙されたもんね。リミックスバージョンをね、うん、来たい人っているんかなと思って。いるから売ってるんちゃうんか。いるんですかね。そうじゃない、いや、だって、まあ、それはだから普通のやつは普通のバージョンで聴いてくれたらいいけども、うん、リミックスバージョンという形でね、新しく作って聴きたいという人もいるやろうなということで、はい、やったん違う。もっと大概スピードなんてもう売れまくったやんか。売れまくりました、はい、それがまあ
後日というか、後年ね、はい、解散してからですよね、はい、それから撮る時にやって、はい、改めて作る時にじゃあそれ同じやつをやっていいのかどうかっていうのはいろんなマーケティングで考えたんじゃない。そうする時に、はい、じゃあもう音源はあって、はい、じゃあそれをもうその音源をいじってリミックスにして、はい、アレンジ変えてやりましょうか、はい、あなるほどね、いうことにすることによって新鮮味を出そうとしたら違う、あ、まあ、でも神戸君の需要とは違ったんですよ、はい、そこは。そうですね、まあ、100歩譲ってじゃあそのリミックスにする理由はじゃあお前さん今の分かりました、うん、なかった、はい、今これはもうじゃあ完全にその商品に対しての僕の感想になるんですけ ど、 どうぞ。スピードってね僕の良さはいいなと思ったのは、うん、あのダンス曲なんですよ基本的に、うんうん、あのアップチューンな、うん、でそれで声の高いボーカルと、はい、あのダンスの映画かっこいいから好きなんですけど、はい、そのリミックスはそのダンスチューンにリミックスしてくれるんだったらいいんですけど、なぜか R&B チックにリミックス、全部 ね全部が R&B チックになってるんですよ、はい、違う、スピードはダンスとあのダンスメロディーがいいんやと、リズム&ブルースじゃないと、リズム&ブルースじゃないんですよ、そっちにリミックス先取ってくれという、はい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 、そんな怒りを抱えてね、でそれで怒ってた、はい、あのドームまで、うわまあいいねん、いやいいんですよ、いい曲には間違いないんですけど、はいはい、なるほどね、いいねんけどこれじゃないねんなと思ったのと、まあ、またダウンロードし直さなあかんやんっていう、まあ、したらええやん、倍いいお金かかるやんっていう、したらええやん、もうそれな、まあ、極めて個人的な怒りということで、個人的な、はい、あの世間にはなかなか共感されないかもしれませんちゃんとチェックしろやと間違いないそれやったらもう別にね、もともとあるオリジナルの方の曲をダウンロードした方がよかったな、わざわざそのちょっといい感じのジャケットやってやんでしょう、まあ、でもね、はい、まあ、リミックスバージョンとか出るやん、はい、いろんな、はい、やっぱりオリジナルに勝るもんないよな、ない、絶対これはない、それは言える、はい、本当にですよね、うん、やっぱりそれを、まあ、どうしても僕らイメージの中にもあるし、それをどっかで期待してるっていう時に、そう、うん、そのこれはないやろっていうアレンジになった時に、うん、思うな、思いますでしょ、うん、思う、だってね、まあ、ある程度売れてるって人気があるから、じゃあもう一回再販再録してあのリミックスして出そうと思うわけですよ、うん、はいはいはい、だからある程度売れてて有名な曲っていうのは、まあ、基本的にもう完成しきってるんですよ、まあ、その通りや、だからその完成しきってるやつをいじる必要はあるのかという、うん、だからまあそういう需要もないことはないんやろうけど、はい、まあ、僕らの感覚の中ではね、はい、もうできるだけ原曲のまま聴きたいっていうのはあります、そういうことなんです、はい、分かってくれますお前さん、分かる、それ分かる、だからほら、あのスカイでもさ、はい、あのスローバージョンのスカイあるやん、あ、あります、あります、もうあんないらんもんな、そう、あのいらんって怒られるけど、いや、まあ、あの僕なんかさスカイという曲を採用した時に球団歌として採用するわけですよ、大前さんが採用されましたから ね採用する時に、はい、あんな曲をイメージして、うん、イメージして、うん、選んでませんから、はいはいはい、そうですよね、まずそのにぎやかで華やかでビッグバンドみたいな感じを僕らはイメージして、それをお願いして作ってもらった曲があれなんですよね、そうですよね、うん、だからあれいらんねん、そう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 、負けすかいらんねん、そう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 、うん、あれ何の需要あるんかなっていつも思います、いやでも本当にそうです、はい、7回流れるね、はい、メガストッパーさんのスカイは、うん、あれはもう完成してますもんね、そう、あれは完成品なんです、だからあれを超えるものはないんです、そうです、そうです、そうでしょ、だからスローなやつがいるんやったら、うん、まだ別にスローな別の曲作ったらええやん、別の曲を作ってほしいと思います、はい、スカイはオリジナルがスカイなんです、そういうことなんですと僕は思います、僕もその派です、はい、それは意見一致したね、あ、よかったよかった、ただでも自分のそれは注意不足やね、やっぱリミックスバージョンって書いてあるって全然、まさかね、うん、まさかですよ、だってでそれ電車の中で怒ってた、電車の中で一人怒ってた、怒ってたんですよ、はい、こんなイントロじゃないねよな、カルシウム足らんのじゃん、カルシウム足ってないから、カルシウムって何取ったらいいんですか、カルシウム、はい、骨系やな、小魚、あ、小魚、まあ、小魚は結構好きなんですけどね、あの小魚とね、うん、牛乳なとな、牛乳はあんま飲まないけど、はい、小魚とピーナッツが入ってるね、小袋のあれ分かります、俺アーモンド小魚、あ、そうそうそう、アーモンド小魚、まさしくそうです、うん、あれめっちゃ好きなんですよ、ね、あれ美味しいな、美味しい、あれは食べてるはずなんですよ、あれ食べてください、ちょっとじゃあ食べる量を増やします、最近イカリっぽいってね、世の中に文句言ってますからね、大変やね、そう言ってる記憶はないんですけどね、はい、怒ってるみたいですね、そう、なんか怒ってたかな、怒ってますね、これが最近なんかやたらにもうそろそろこれ距離的には時間的にも10分の時間です、そうです、完璧ですね、今9分30秒です、そうでしょ、じゃあもうそんな感じで、じゃあ今日はカフェ君の
音楽に対する怒り。じゃあちょっとこれに対してコメントを聞きたいので、はい、これを聞いてくださっている350人の皆さん、あのリミックスバージョンは必要か否かという、お答えをコメント欄でお待ちしております。せやマッチョさんめっちゃ珍しい、なんかレアなリミックスバージョンの紹介とかしてくれはるかもしれない、うん、やっぱりでもオリジナルに勝るものはない。それはもう言えてます、うん、じゃあね、はい。